マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたの周りにしっかり食べているのに、なんでこんなに痩せてるんだろうっていう方いらっしゃいませんか？私だって同じぐらいしか食べてないのに、なんで私だけ太ってるんだろうって。で、私もね、過去同じように思っていたことがあるので、その気持ちよくね、わかります。そこでこの動画をご覧いただきますと、美味しく食べながら痩せる方法がわかります。もしあなたが痩せたいけど食べたいなって思っていらっしゃるようであれば、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちら、ダイエットにおすすめの無添加食品についてです。動画の流れはこちらです。1つ目、痩せる鍵は無添加食材について。2つ目、おすすめの痩せる食材3つ、皆様にご紹介していきたいと思います。では1つ目の項目の痩せる鍵は無添加食材なんですよっていう、その理由についてお伝えしていきます。こちらです。食品添加物たっぷりのものを召し上がってらっしゃる方は、腸や肝臓にものすごく負担をかけてしまっているんですよね。で、その結果食べても食べても消化吸収ができずに、結局栄養不足になります。そうすると栄養がないと痩せるホルモンが作れませんから、結果太ってしまいますよっていうことなんですね。で、またこういった食品添加物のような、その良くないものですよね、毒素ですけれども、こういったものを溜め込んでしまうと、そちらの要は添加物の分解するためにエネルギーをいっぱい使ってしまうので、せっかく溜め込んだですね、脂肪を燃やしてくれるエネルギーが不足してしまうっていう、そのものすごくですね、悪いスパイラルに入ってしまうわけですね。では具体的にどのようなものに気をつけたらいいんでしょうかなんですけれども、皆様がですね、食材を買う時にまず原材料名をチェックしてみていただきたいんですよね。そこに化学調味料が入っていないかな、人工甘味料が入っていないかなってね、見ていただきたいんです。で、まずは調味料かっこアミノ酸などと書いてある、グルタミン酸ナトリウムが実は化学調味料なんですね。なので、あ、これはダイエットにいいなってよく歌ってあるものであっても、こういった添加物が入っているのは逆に先ほどお伝えした理由で太ってしまいますから、取らないように気をつけていくっていうことが大事。そしてまたダイエットだからといって甘いもの食べたいなと思った時に、糖質ゼロとかカロリーオフとかね、ノンシュガーとかだったらいいんじゃないのと思って、ね、例えばチョコレートとかドリンクとか食べたり飲んだりする方いらっしゃるんですけども、逆に太りますよということなんですね。どうしてかというと、甘いものを食べるのにもかかわらずカロリーがないということは、脳がですね、なんかこれおかしくないっていうわけですよ。いや、これ絶対おかしい、もっとカロリーを取りなさいってあなたにどんどん命令してしまいますから、どんどん甘いものがやめられない、止まらないっていうね、そういう負のスパイラルへと入らないようにするためにも、こういったものは入っていないものを選ぶっていうね、目を持つことがとっても大切になります。では項目の2つ目です。おすすめのダイエット向きの無添加食材3つ、今からお伝えしていきますね。今回はカルディさんで見つけてきました。お近くにありましたらぜひね、見つけてみてくださいね。まず1つ目はこちらです。見えますでしょうか、紀州産の梅です。梅酒の梅ということで、果肉が多く香り豊かな柔らかい梅です。ということで、こちらね、もう本当に大粒の梅が入っているんですけども、裏を見てみましょう。紀州産ですから、もう梅といえば紀州の梅ですよね。原材料名です。梅、砂糖とアルコールのみということで、私今回ね、これ試食したかったんですけれども、ちょっとアルコールが入ってます。ちょっと運転してね、この後帰らないといけないので、ちょっと今回はね、試食はできないんですが、もちろんね、自宅で食べてみました。これね、やっぱりちょっとこう梅酒の梅なので、梅干しと違って、デザート感覚で食べれますし、ちょっとこうふんわりとアルコール入るとリラックスできますよね。お酒は適量飲むと、リラックス効果もあると言われてますので、ちょっとお酒が苦手な方だったり、ちょっとこうイライラとね、こう心理が高ぶっている時に、ほっとですね、こういったちょっぴりアルコール入りのものを召し上がっていただくと、ふんわりとですね、リラックスできて副交感神経優位になっていいなと思って選びました。で、味もね、とっても美味しかったのでおすすめです。ただし
1日、まあ、1粒でいいと思います。気をつけてくださいね。では2つ目です。こちらになります。こちらですね、パラックパニールのほうれん草のカッテージチーズカレーの、ね、レトルトパウチなんですけども、こちらですね、ほうれん草とカッテージチーズが入ったほうれん草のうまみをベースにしたあっさりとしたカッテージチーズが加えた北インドを代表するカリーということで、これめちゃくちゃ気になってですね、食べてみました。やっぱりね、あの濃厚ですっごく美味しかったのと、やはりほうれん草が一番その原材料目の一番最初に来るくらいほうれん草たっぷりなんですね。しかも無添加です。ほうれん草をチーズ、トマトペースト、あと玉ねぎ、菜種油、クリーム、香辛料、食塩、バターとマッシュポテト、にんにく、おろし生姜のみでできています。で、1袋あたり 180g 入ってまして、エネルギーが 176kcal、 タンパク質もしっかりとれます、 6.7g ですね。そして脂質が 10.8g、 炭水化物が 13.1g ということで、こちらですね、あの本当にお湯で温めてもいいですし、まあ、レンチンでね、チンで温めても良いので、私はあの玄米ご飯と一緒にこちらあの2回ぐらいに分けて食べたんですけども、あなたのですね、食事の量にも合わせて量は調節してみてくださいね。とってもね、美味しくて、しかも無添加ですから、おすすめです。ではラスト1つはこちらです。5秒で生パクチー、フリーズドライのパクチー、まあ、こちらコリアンダーのことですね。契約の農家栽培ということで、1袋あたり 2g 入っています。でこれ使い方なんですけれども、よくね、あのアジア料理にパクチー、コリアンダー出てくると思うんですが、そのままねスープなどにねパラパラっと入れてしまうといいですし、もちろんまあこのままというよりはですね、例えばちょっとネットにくぐらせて戻してからサラダとか和え物とか、まあ、トッピングとしても有効ですということで、これねめちゃくちゃ便利です。でこのコリアンダーというのはお体にこう知らない間にね、やっぱり水銀とか鉛とか私たちこう溜まっていくわけですよね。それが良くないっていうのは分かってますけども、じゃあどうやってこの溜まったねものを体外に出すのっていう話なんですけども、その時にこちらがすごく大活躍してくれるんですね。あのやはりそういったね、まあ、毒素ですよね、いらないものが溜まったままですと、それを一生懸命ね分解しようっていうところの方にその消費するエネルギーをね使ってしまうので、せっかくですねやっと脂肪を燃やそうかなって思ってくれるエネルギーが低くなっちゃうわけですよね。すごくコスパが悪いわけです。ですからそういった体に害のあるもの、毒素を溜め込んだままどんなにダイエットを頑張ったとしても、もうそっちのね処理にも一生懸命で、まあそうですね、職場で言うならもうとにかく次から次へとね、もう余計な仕事が入ってきて、もう本当はこっちの仕事したいのに、まあ、イコール脂肪を燃やしたいのにって仕事に取りかかれないんですよってことなんですよね。なのでなかなか痩せることができませんっていう、その負のスパイラルへと入ってしまいますから、こういった手軽な毒素を出すデトックス効果がある食材というのを常にですね召し上がっていただきますと、そういった余計なねお仕事量が減って、結果は本業です、本当にやりたかったっていうこの脂肪を燃やすっていうお仕事にね専念してもらうっていうのに、こちらが大活躍しますから、ぜひねこういったデトックス効果が高い食材を日々のお食事に取り入れてみてくださいね。さあ、いかがだったでしょうか。この動画のまとめのお話は、まずは日頃召し上がっている食材を無添加のものに変えていきましょうということです。そして2つ目はデトックス効果の高いものを日々のお食事に入れていくことで脂肪を燃やすエネルギーを高めていきましょうでしたね。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録していただけますととっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。